男子高校生に現金を渡して、猥褻な行為をしたとして、神奈川署は19日、児童売春、ポルノ禁止法違反容疑で、千葉市中央区末広の会社員、深山良一容疑者、39、を逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は、6月2日午後8時半ごろから約20分間、神奈川県川崎市宮前区の駐車場の、普通乗用車内で、 高校2年の男子生徒16イコールドークイコールに現金1万円を渡し、猥褻な行為をしたとしている。同署によると、深山容疑者は短文投稿サイト、ツイッターで男子生徒と連絡を取り合っていたと言い,い、同署のサイバーアッパトロールで事件が発覚した。深山容疑者は2月から、計5回にわたって男子生徒に猥褻な行為をしていたと見られ、 同省が裏付けを進めている。